DLC 無限編、続いては名刀総作戦。鹿之助と孫一が名刀を求めということで、なぜ風呂、なぜこの二人って感じですけど、雨子の家臣山中鹿之助、執念の将として知られる彼がこよなく愛するもの、そうなんだ、それが温泉であった。日々の疲れを癒すべく温泉巡りの旅に出た鹿之助は、旅先で偶然雑賀孫一と出会う。鹿之助に名刀の情報を尋ねられた孫一は、財宝のとある温泉の名を口にする。孫一のもたらした情報に目を輝かせる鹿之助は、渋る孫一を伴い温泉探しに向かうのだった。名刀捜索戦。一番ブーロが俺を呼ぶ。はあ、気の抜ける歌歌いやがって、たく面倒なことに巻き込まれちまったな。アマゴの坊主、ここに来るまで何度も言ったが、俺はお前が目指す温泉の場所は知らねえからな。分かってる、だから探しに行くんだろ。俺は必ず一番風呂に入ってみせるんだ。誰も入ってない湯にザブンと浸かる快感といったら、ああ、考えただけでうずうずするな。はいはい、そうだな。だがな、温泉に一番風呂もクソもねえと思うのは俺だけか。なあ、なんか言ったか。ほら、さっさと行こう、マグイッチさん。おいおい、聞こえてねえのかよ。たく、都合のいい耳してやがるぜ。よし、俺の出番だな。さてと、片付けちまおうか。よし、温泉を探そう。まずは近くの人から手がかりを聞き出すか。なんか早速いる。どうやら俺たちの他にも湯を求める武将がいるようだ。何事も起きなきゃいい。長尾さん、温泉の場所知らないか。俺たち一番風呂に入りたいんだ。悪いが、それは教えられねえ。一番風呂は俺と安家がいただくからな。俺と安家って長政と安家にどんな接点があるんだ。一番風呂知らないです。私一番風呂欲しいです。何言ってるんだ安家は。この地の温泉をこえなく愛する武将がいるって聞いたな。この地の温泉を愛する武将、そいつなら温泉の場所も知ってるかもな。竹千代のためにもさっさと温泉を見つけねえと。いいだろう。黙れろ。お前たちも温泉を探しに来たのか。これ先越されるわけにはいかねえな。出番だ。分かった、いざ。まだ見ぬ人を探し当てようぞ。信玄よ、そなたの魂も清まるとよいな。抜かせ剣心。貴様こそ。お、武田は結構温泉に関しては武田というか信玄か。剣心と信玄、
噂は2人とも相当の温泉通らしいじゃねえ。何か手がかりを得られるかもしれねえ。急いで奴らを追うぞ。忙しいな。わかった。父上、友もつけず一体どこへ。これは武田の温泉について何か知ってるかな。悪いな竹千代。いいだろう。お、早い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 。ちょっと待って。馬乗ってるし。いや入っちゃった。いやそりゃないでしょ。のいや無理だ。怪しいな。手番だな。じゃあそこから向かってみようぜ。ちょっとさ、無理ミッションやめてよ。私は忙しいのだ。話なら後にしてくれ。イエス、ひとっ風呂浴びる前に鍛錬しようぜ。そうすりゃもっと気持ちよくなるからよ。そうでしょうか。私はすぐに。わかった。今使いたいのですが。こいつは見切れねえ。温泉よいな。いつか私もゆるりと。いかん。今は父上を探し出さねば。大した手がかりは得られなかったな。まだ倒し足りない。おお、お前らいいところに。温泉前の鍛錬に付き合ってくれよ。なんで温泉前の鍛錬って。家康どっか行っちゃった。いいだろう。おっと、手番だな。任せろ。温泉ならば北方にあると聞き及んでいる。よし、北へ向かおう。待って、一番風呂は俺のものだ。やれやれ、すっかり到着が遅れたな。兄上を探して合流しないと。せっかくの慰安旅、遅れるわけ。いいだろう。手に行かねえ。中影はこっちの方にいんのか。慰安旅してる。まさかモリも一番風呂を狙って。そうはさせるか。モリだけには一番風呂は渡さない。今はモリに構ってる場合じゃ。たく仕方ない。これ三つぶち、道に迷ったではないか。もう皆さん、温泉はどこにあるのだ。落ち着いてくだされ上様。この三つ淵が必ずや温泉を探し当てます。
らずを阻まれるとは。向こう水のアホか、はたまた温泉郷の静寂を乱す輩はどこだ。わしが成敗してくれようぞ。おじい様、テルモトも共に参ります。早く倒して土産を買いに向かいましょう。ほら、どっちが好みだ。じいさん、何だって分かった。まさか横槍を入れられるとはな。じいさん、あなた。毛利はどこまで俺の邪魔をするんだ。いいだろう。乙春はまだ到着せぬのか。仕方あるまい。わしとテルモトの湯を味わうか。何家族旅行してんだよ。あの人抜きの行楽なんていつぶりかしら。こういうのもたまにはいいものね。温泉楽しみだな。早く入ろう、姉様。いいな、ここの姉妹というか、ね、義理の温泉ならば北西の砦から姉妹は昔みたいにギスギスしてなくて。温泉の場所を教えてくれるなんて。邪魔して悪かったな、じいさん。どうした、打ち解けた。ここで温泉の場所は分かった。じいさん、何言ってた。癖の砦で、まったく。それで、なんだっけ、納品が出てきたな。急いで北西の砦に向かおう。温泉地で暴れるとは風情のわからんやつめ。先輩、さっさと懲らしめてやりましょう。こんなところでまで戦いたくないんだけどな。あれは羽柴だ。あいつらを倒さないと北西の砦は迎えねえだろう。しかしここにいる人たちはみんな温泉が大好きなんだな。そんな人たちと競ってまで一番風呂にこだわる必要って本当にあるんだ。なんか自問し始めてる。はあ、一番風呂なんざどうでもいいってのによ。さっさと汗を流したいもんだ。鹿之助、暴れていたのはお前だったか。憩いの地を荒らすとは不粋なやつめ。待ってくれ、勘弁。俺はただ温泉を楽しみたいだけなんだ。お前たちの思いの丈はよくわかった。温泉はこの先だ。さっさと行け。やった、これでようやく一番風呂にありつける。開門。ちょっと待った。この地の温泉を一番に愛しているのはこの羽柴秀吉様だ。一番風呂は私じゃしねえぞ。覚悟しろ。ちょっと厳しいんじゃないの。秀吉。あいつも一番風呂を狙って、まずいな、急いで砦に向かわねえと。なかなかミッション厳しいな。温泉に一番風呂なんかねえって。はあ、たくどいつもこいつも急げ。いや無理でしょ。一番風呂は必ず俺が。おいおい、
だ諦めないのかよ。こうなりゃ残された道は一つか。やいお前ら、一番風呂に入りてえならオイラを倒してからにしな。調理条件変更。だは一番風呂総大将って手番だな。さてこっちは、おいそこにいるのは誰だ。俺たちの邪魔するつもりかよ。待てジョーちゃん、これは誤解だ。ジョーちゃん聞く耳持ちそうにねえな。なんで無謀な人なの。さて次はドイツだ。これ女性陣はなんだろうな。もう孫一がジョーちゃんって言うと、次はドイツだ。私ここまでなのね。なんだ俺の勘違いか。じゃあな、お互い楽しもうぜ。それだけ。の負けだ。一番風呂は譲ってやるよ。いや、いいよ。やっぱりみんなで入ろう。きっとそれが一番なんだよ。俺だけじゃなく、温泉を愛するみんなで入る湯はきっと何より気持ちいいはずだ。なかなかミッション厳しいでしょう、これは。おい坊主、よかったのか。あれだけ一番風呂にこだわってたのによ。ああ俺は分かったんだ。温泉は一人だけで楽しむもんじゃないって。ここにいる温泉を愛するみんなで安らげるひとときを共にするのが本当の一番だったんだ。まあお前がそう思うならそれでいいさ。そもそも温泉に一番風呂なんてねえんだしよ。あ？確かに。孫一さん、なんでもっと早く言ってくれないんだよ。孫一さんって。いや俺は言ったぜ。まあ今となってはどうでもいいじゃねえか。じゃあ孫一さん、今から俺ともう一度プロ浴びないか。ああ、別に俺は、はあ、仕方ねえ、今回だけだぞ。ありがとう。よし行こう、みんなで温泉を楽しみに。
ということで、もうなんだかわけわからないですけど、ね、きっと戦国武将もね、その傷というかね、そういうのを癒すのに温泉は結構重要なねツールだったんでしょうけど、今回は名湯捜索戦でした。